ホリダイチャンネルをご覧の皆様、どうもこんばんは、ホリダイです。本日は10エッセンシャル。僕にとってなくてはならないアイテム、10個を紹介いたします。それでは、レッツゴー。ホリダイたちが着用しているアイテムは、クラシッククロージングウェブサイトで購入できます。ぜひご覧ください。はい、それでは一つ目は、じゃん。アクセサリーと、時計ですね。もう本当に昔はねシルバーアクセサリーが特に好きだったんですけども、最近はこういったゴールドのものが多いです。まあコレクションの一部なんですが、まあ、シルバーもね今でももちろん大好きで、まあシルバーだと、まあ、僕のバブダチがやっている FL だったりとか、時計は割とロレックスがすごい好きなのもあるんですけど、こういうアンティークのウォッチも好きです。時を刻むものだったり身を飾るものっていうのはやっぱ僕にとってすごい大切なものなんで、これはまあなくてはならないものの一つですね。続いて2つ目は酒です。これがないと僕は何もできません。それは言い過ぎだけど、昔から本当にやっぱりお酒が好きなんだけど、特にこのジャック・ダニエルがね、まあ、このボトルはちょっとだいぶアクの強いボトルですが、基本的にはジャック・ダニエルが大好きです。ちなみにこれは僕の友達のカイ君が誕生日プレゼントでしてくれたものですね。今ね本当だったら食いって飲みたいところなんですけど、この後僕まだ施術があるんで今回は我慢してます。本当に痛い目にも何回も遭ってるけど、こいつがあるとやっぱ僕の人生はハッピーになります。ジャック・ダニエルに感謝です。はい、そして3つ目はタバコです。僕実は1年半前まで禁煙してたんですよ、健康のためにと思って。でも健康のために我慢してそれがストレスになるんだったら、お医者さんからストップかけられるまでは、まあ酒もそうなんですけどタバコも続けられるだけ続けちまおうと思っております。ラブ。はい、続いて4つ目のアイテムはこちら、本です。お前が本かよって思った人、僕本が大好きなんです。まあ前動画でも話してるんですけど、まあそのビジネス書というよりはこう自分の人間力が上がるような本がすごい好きですね。こちらも最近買った本ですごい気に入ってる本なんですけども、僕が一番好きなのが、斉藤ひとりさんのついてるもそうなんですが、こちらです。ブッダの言葉。こちらはあの跳躍といってブッダの言葉を現代の人たちにも分かりやすいようにあの書いてくれていて、これはもう5年前に買っておそらくもう何百回も読んでるんで、もうだいぶ汚いですが、まあ僕の今の僕が作られているのはこういった本のおかげと言っても過言ではありません。本は大好きです。はい、5つ目、メガネです。はい、目の悪い僕にとってはメガネは絶対必要なものですし、まあファッションアイテムとしてもすごい大好きなものの一つです。特にまあ今かけてるメガネと
このメガネは全く同じ形で、同じものを集める癖がありますね。ちなみにこちらも全く同じものです。これはまあブラッドハンドが丹羽さんっていうメガネ職人の人に別注で作ってもらったもので、基本的にここら辺はよくかけてますね。メガネはないと生活すらできないので絶対に必要なものです。おしゃれです。はい、続きましてはじゃん、整髪料でございます。まあ基本的に僕は髪の毛は毎日セットするようにしてるんで、絶対になくてはならないものの一つです。こちらはね、ハルテンとバルバ東京のあのコラボモデルで、これジェルなんですけど、めちゃくちゃ使いやすいんですよ。香りもいいし、固まるのが遅いからセットしやすい。今までいろんな整髪料、ポマードとかも使ってきたんですけども、僕はもう 90% これしか使ってません。はい、たまにちょっとね、気分変えでポマードとか使うことあるけど、ね、この筋子でこういう風にきっちりと毎日髪の毛をセットしてから仕事に来ております。めちゃくちゃ大好き。はい、続いてのアイテムは被り物、キャップハット類ですね。僕はまあ髪の毛を基本的に毎日セットしているんですけども、やっぱりその時のファッションによって帽子はやっぱり使いたいので、基本的には愛用しております。例えばこの帽子なんかいつも僕が被っている形ですが、もうこちらが被りたいがために髪の毛をセットしたのにわざわざ被ります。まああとはこのブラッドハンドのビーバー、ここら辺も髪の毛をセットした上に乗っけたりして遊んでます。まあメッシュキャップはめちゃくちゃ便利なんで、まあ、トレーニングの時とか髪の毛をセットしない時に使ってあります。帽子も大好きです。はい、続きましては革靴ですね。ブーツではないんです。なんでかって言ったら、僕信じられないぐらい面倒くさがり屋なんですよ。なんでブーツの紐を縛るとかがちょっと厳しくて、厳しくてってなんだよって話なんだけど、基本的にもうほんと靴べらを使ってサッと履ける形が好きですね。特にこのローファータイプはもう本当にそのままスッスッとスリッポン感覚で履けるのでめちゃくちゃ気に入ってます。スニーカーも好きなんですけど、やっぱ個人的には革靴が好きですね。おとなしい。はい、続きましてはレザージャケットです。いわゆる革ジャンですね。革ジャンあんまり着ないんですよ、正直。でも買っちゃうんです。で、着ないから売っちゃうんです。でも欲しくなるからまた買っちゃうんです。僕気づきました。僕の家に革ジャンがないと僕は不安になるんです。革ジャンってやっぱりこう、僕たちの年代の人とか特に分かると思うけど、やっぱ男の憧れなんで、特に気に入ってるのはこのルイスレーザー。これも先ほど話の出たあの FL のオーナーの山本義之という僕の友達と一緒に買いに行ってお揃いで作ったものです。これは一生持っていようと思います。頑張ってきます。はい、最後はこちらです。 iPad Pro。そりゃそうです。僕手書きももちろん書いてるんですけども、基本的には最近は手書きで書いたものをこの iPad Pro に入れて、その上で仕上げをしたりしてます。これはもう本当に正直プロクリエイトを使うためだけに使ってるものなんですけれども、もう今となってはこいつがないとちょっと不安です。
もちろんフリーハンドだったりとか、お客さんと打ち合わせするときは全部アナログのやり方でやるんですけども、いろいろとこう利便性があるので、最近はハイテクなものも取り入れております。はい、というわけで今回は10エッセンシャルズ、正直僕の大好きなアナーキー君が GQ ジャパンでやってるのを見て、俺もやりたいということでやらせていただきました。いかがだったでしょうか。もちろん絶対出てくるだろうタトゥーって思ってた人もいると思うんですけども、タトゥーはやっぱりものではないので、僕の一番大切なものですが、今回はあえて、省略いたしました。こうやってもう僕の好きなものをまた、みんなに紹介できるのもすごい楽しいし、自分で、紹介できるのもめちゃくちゃ楽しかったです。まあもし、今後こういうの見たいよとかそういうのがあれば、ぜひぜひコメントください。皆さん、今回も最後までご視聴ありがとうございました。ホリダイチャンネルでは、タトゥー系の動画以外にこういった僕たちの大好きなものを紹介するコーナーをこれからもやっていきたいと思います。今回はちょっとね、デカオに真面目にやってよって言われたんで、真面目にやってて正直若干フラストレーションが溜まってますが、今後もセカンドチャンネルや、日曜日の動画でふざけた僕らの動画もどんどん出してきます。皆さんこれからも懲りずによろしくお願いします。チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それでは皆さん、本日も良い夜を。ありがとうございました。